はいどうも、トシボーイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はこちらでございます。はい、死者との結婚ムカサリエモン。はいはい、風習にまつわるお話でございまして、はい、山形ですね、主に山形県の村山地方というところで行われている風習がございまして、うんうん、それがムカサリエマという風習なんですね、うん、でその風習が全国的にはあまり知られてないかもしれないんですけれども、うん、機会がありまして、うん、ムカサリエマを描いている絵師の方にお話をお伺いできることがあったので、うん、どういうものかというのを今日はお話したいという感じでございまして、であのまずね、死者との結婚っていうどういう意味かっていうことなんですけれども、うん、それがですね、そのエマあるじゃないですか、うん、いわゆるあのなんかなんて言うんだろうな、まあなんつうのあれ、ほら。絵が描いてあるやつ、なんかいろんな絵描いてあるじゃないですか。そこの神社とか、あ、神社のね、まつわる、うんうん、あの絵が描いてあるのが普通の絵馬じゃないですか、はいはい、でこのムカサリ絵馬っていうのは亡くなった方で、うん、独身のまま亡くなっちゃった方とかを架空の人物と結婚させてあげる、うん、その絵の中で結婚させることによって、うんうん、まあ、供養してあげる、あの世でも寂しくないようにみたいな感じでやってるという風習でございまして、うん、でまあ、このムカサリエマっていうのがその山形の遍道っていうところの若松観音というところでかなり大規模にやってる、はい、でまあムカサリエマといったらもうこの若松観音っていうぐらいここは有名なんですけれども、でここで1000を超えるムカサリエマっていうのがもうずっと奉納されてきておりまして、うんうん、でその奉納されたものも捨てずに取っておくみたいで、もう1500ぐらいあるんじゃないかな、うん、あるということなんですよ、うん、で昔はね戦争とかで亡くなっちゃってそのまま未婚のまんまっていうのが結構多かったっていうのもあって、うん、そういう風習が続いてるみたいなんですけども、はい、でそういうちょっと変わった風習が現在でもちゃんと行われておりまして、うん、で本来ならばその遺族の方が来て、でそこであの書いていくんですね、自分のそのまあ亡くなった親族の方とかを書いて、うん、でその相手を書いてで奉納するっていうのがまあムカサリ絵馬なんですけど、はい、やっぱり絵って誰でも描けるわけじゃないじゃないですか、うん、まあね、で僕もねあんまりその絵すごい上手いわけじゃないんで僕がじゃあ例えば誰かその親族の方を描こうってなった時に、うん、まあうまく描けない、うまくは描けない、ね、でうまく描けないし、うん、あの相手方とも描かなきゃいけないとかっていうのもあるので、うん、結構難易度が高いんですよね、うん、はい、でそんな時にどうするかっていうと、そのムカサリエマ師という職人さんみたいな方がいまして、うん、でその方に依頼するっていうことで作られるんですよね、はい、でそのムカサリエマ師という方が高橋さんという方なんですけど、うん、今はねもうあの山形県内で一人しかいないと、うん、でもう言ったらその方以外はあのそれをまあ、プロフェッショナルとしてやってる方っていうのはいないそうなので、うんうん、この方が一点背負っているというか、そうですね、全て全国から来てるものをやっているってことなんですよ、はい、でこの高橋さんがなんでこういうムカサリ絵馬師という仕事に就いたのかっていうところが僕は結構興味深くって、確かに何でもあるのにね、うん、なぜそれをやろうと思ったか、でしかもそのね言ったら一人しかいない、うん、その職人の人ってまずそもそもすごい珍しいわけじゃないですか、うんうん、だからそういうのもあってどういう経緯でこういうのを知ってこういう職について、うん、で今に至ってるのかっていうのをご本人にお伺いしたんですよ、はい、したらすごい面白くて、うん、それが高橋さんがどうやってそうムカサリ絵馬師になったかっていうお話なんですけど、もともとなんですけど絵を描くのが好きではあったんですよ、うん、だから絵を描く系の仕事にはずっと就きたいと思っていたそうなんですけども、はいはい、このきっかけっていうのがありまして、高橋さん自身が三姉妹なんですけど、うん、昔から心霊とかに対する能力みたいなのがあった、うん、まあ、いわゆる霊感が強いと言われるような方で、はいはい、でまあ三姉妹で三人ともその霊感があると、あ、そうなの、うん、で家にいるとその黒い影とかで、うん、そういうものが見える、3人とも共通で見えてるものがあったりとかするので、うん、これは何だろうっていうことで気にはなってたんですって、うん、でその人があのその人っていうか、まあ、その霊みたいなのが出るようになってから、はい、身内の中で、うん、奇病みたいなのになった人がいて、あ、黒いものを見出してから、うん、そう、でそれが何かっていうとそのね、左目がぐちゃぐちゃになったって言ってたんですよ、うん、左目がぐちゃぐちゃになったって、その病気なのか怪我なのかよく分かんないんで、急に何も
なんていうか要素がないのに、はい、急にぐちゃぐちゃになったって言って、うん、でそれをお医者さんのところに見てもらっても全く原因不明なんです、うん、でもう手のつけようがないとか、うんうん、どうやっても治せない、わかんないわけですから、っていうので山形の有名なその、霊能力者の方のところに行って見てもらったんですって、うんうん、そしたらその親族の中で戦争に行って左目を負傷している霊がいる、うん、で実際にそれを確かめたところ、うん、おじいちゃんの弟さんがそういう、亡くなり方をしてた、はい、そうで、よくよく考えるとその黒い影っていう家に出てくるっていうのも軍服っぽいシルエットなんですって。あ、言われてみるとと、うん、おーおー、で子供だからそういうのよくわかんないこともあるんだけど、まあね、うん、まあ明らかに今考えると軍服だったと、うんうんうん、で、まあ、みんな3人共通で見てるし、おそらくおじいちゃんの弟さんがそれなんじゃないかっていうことで、霊能力者みたいな方が家に来て、うん、でこうこうこうした方がいいよっていうのをやって線香を焚いて帰ってったらすぐ治ったんですって、左目。はー、で世の中すごいこともあるもんだっていうのをそこで知って、うん、心霊現象が家の中で起きるってことはちゃんと供養できてなかったんだなってことを、まあ、そこで思っていたと。で、ある時アンビリーバーをテレビでやってたんですよ、はい、でそれにムカサリエマっていうのが出てきて、うん、でそれを見た時にこんな近くにこんな風習があるんだっていうのを知って、うん、おじいさんのね、うん、弟さんの話とかもあったんで、これ私がちゃんと絵を描いて供養してあげようっていうところで、自分でまずその絵馬を描いてみようってことで始めたんですって、うんうん、でそれで奉納して、で実際にそれを後におじいさんの弟さんがもう家では全く出なくなったんですって、うん、だからまあちゃんとそういうのをやって成仏するっていうことがあるんだなっていうのを知ったと、うん、そのまあきっかけで知ったんですけど、絵師さんっていうのがもう結構ご高齢の方で一人しかいなくて、うん、はい、その方がいなくなったらもう描ける人がいないっていうのもあったんで、私それやってみたいと、うん、絵も描くの好きだし、こういうこともあったし縁があるってこと でその若松観音っていう有名なそのお寺に行って、うん、やらせていただけませんかって言ったら、うん、あのお寺のご住職が、うん、誰にでもできる仕事じゃないんですって言うんですって、うん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 、っていうのは結構全国からそういうようなやりたいっていう方って来てるんです、はい、あ、そうなんだ、うん、なんですけど、うん、誰にでもできるわけじゃないって言うんですって。絵が上手いだけじゃダメなんだ。そうで、ただそのご住職は、うん、なぜかその高橋さんにはでもやってみるかいって言ってやってみるっていうきっかけを作ってくれたそうなんですよ、うん、なんか感じたんでしょうね。そう、この子はいけると。それがだからもう全くもって自分的には分かんないんです、うん、理由はなぜ自分が通ったか。そうそう、うん、何もテストをされてるわけでも何でもないんだけど、うん、そのご住職が OK を出してくれたってことで、縁もあってやってみるかってことでやり始めたんです、うん、面白い。でしかも師匠とかがいるわけじゃなくて、うん、本当にやっぱ独学みたいな形でやっていくそうで、まあ、絵はねもともといろいろやってたっていうのもあるんですけど、うん、依頼があってその人に合わせたような形で描いていくっていうスタイルでやっていくそうなんですよ、うん、じゃあもともとあった絵馬を見て見よう見まねでどんどん描いていくっていうような感じなんだ、うんうん、感じだと思います。まあ、だ自分のねオリジナルのテイストも入っていくって感じなんですけども、まあ でねうん、でもうその絵がね、うん、これですね、うんうん、分かります、まあ、これが、はい、サンプルというか、まあ、いただいたやつなんですけども、まあ、よくあるタイプ、うんうんうん、でこれ、まあ、結婚式の格好してるんですけども、うん、これ日本の格好以外も韓国の結婚式の格好とかもあったりとか、海外の人も依頼するんだ。そうそう、ね、在日の方とかでとかあったかな、例で言うと。でまあ、その亡くなった遺族の方が基本的には頼むんで、うん、その内容っていうのもバラバラなんですけど、うん、これをやってる時に不思議なこととかってあったりするんですかっていうのを聞いてみたんですよ、うんうん、そしたら結構興味深い話がありまして、うん、でその中の一個がいわゆるウェディングドレスみたいな感じで結婚式の形でっていうことだったんですけど、まあ、亡くなった方っていうのが焼身自殺をして亡くなった方だったんですって、はい、で普通にねいつも通り絵を描いてって、はい、描いてある程度出来上がってきて、でドレス描いてたら、うん、ある日ドレスが急にボコ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 っつって沸騰するみたいな感じになったんですよ、泡みたいなのがボコボコボコって出るようになって、うん、でそんなの一回
対もないわけですよ。それはそうですよ。もちろん普通にありえないようなことが起こって、うわーってなって、で、橋本京明さんとかにその話をしたみたい で、うん、でそうしたらその、亡くなった方のその、苦しみとか痛みみたいなものがこっちの絵の方に多分来ていると思いますみたいなことで、そんな感じしますよね。でその痛みを抑えるためにこういうことをした方がいいですよっても言われて、でそれをやりながらその絵を描き続けたみたいな話があったりとか、はい、あとあの妊娠中かな、うん、に子供が亡くなってしまって、うん、いわゆる水子みたいな形の方から連絡が来て、うん、書いてほしいって言われた時があったんですって。でその時も書くんですけど、うん、全くだからないわけですよ、その方のデータが。そっかそっか、見た目もわからないし、見た目もわからないし、まあ、お腹の中にいた状態なので、ね、あとそういう時でどう書くんだろうって気になる。で、うん、そう、そういう時は、もう完全にまあお任せになるんで、うん、本当に、ね、あの集中すると降ってくるみたいな感覚があるそうなんです。その子から何か、うん、そうだから死者とちょっとつながるみたいな感覚があって、それを書き写す、はい、で基本的にムカサリエマってあの相手方はこの世にいない人物なんで、架空ですもんね。そう、架空なんですけど、その相手方もインスピレーションが降りてきて書くそうなんですよ。じゃあ誰一人として同じ顔はないんだ。そうそう、だからその都度相手が変わるんですけど、はいはい、でその、水子の頼まれたのをやってたんですって、うん、そしたらそれをお渡しした時に、うん、もう明らかにこの子ですって言ったんですって。でもその顔を知らないわけじゃん。そうなんですけど、うん、すごいもう感動してて、はい、でおそらくなんですけどそのお父さんにものすごい多分似てたんですって。ああ、そういうことね。だからもうもちろんお父さんのことも何も知らないで書いたんですけど、うん、すごい酷似してたそうで、特徴があったりとか、うん、インスピレーションがもう毎回来るっていうので書いてるそうなんですよ。なんかそういうところでリンクするとやっててよかったなって本人も思うでしょうし、うん、そう書き上げで上げてよかったなって思ったりとかね、うんうん、するでしょうね。でやっぱ実際にそのいろんなね霊障みたいのがあって頼むみたいなこともあったりするわけじゃん、うん、そのおじいさんの霊みたいな、ね、はい、でそういうのもやっぱりやると落ち着くっていうことがあったりとかするそうなんですよね、うん、だまあ自分たちの気持ちの問題っていうのもあると思うんですけど、やることによってご依頼者は納得して、うん、そうか、うん、っていうことが多いそうなんですよ。でも素晴らしいお仕事じゃないですか。そう、うん、でねもう一個ね面白いなっていうか興味深いなっていう点があって、うん、絶対に守んなきゃいけないルールが一つだけあるっていう。窃盗どういうこと？窃盗って何？窃盗とかあの、うん、人騙したりとか、うん、家に火つけたりとか、だから日本のルールを守るっていうどういうことかな。誰に対して言ってるのか分かんないけどそれ違うんですか？違います。あ、違うんだ、うん、あ一応ムカサリエマ氏の中で、中での話、ね、だけ唯一決められてる、うん、それ以外は自由なんですよ。なんだろう、分かった、うん、ギャグ漫画っぽく描かない顔とか体つきを、ね、だから例えばですけど、なんていうんですか、抽象画みたいに描いたりとか、うん、あとギャグ漫画っぽく二等身にしないとか、はい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 、それじゃない。全然違う。全然違う、うん。絵に関してのことじゃない。絵に関してのことですよ。書き上げるときに関してのこと。一旦も休まない。書き上げるまでに。まあ、始めてから、ね。やっちゃいけないことって感じ。これだけは絶対にやっちゃいけない。うん、タブー、タブー、タブーがあるんですよ、一個。書き上げてて、失敗したなって思ったのを破って捨てないとか。ああ。うん。それはちょっと聞いてないけど、うん、でもそれじゃないです。これって僕らもダメしちゃう。僕らも、うん、僕らもなんか絵描いてるときにそれしたらあんまり良くないとか。ああ、いや、それは全然僕らはする結構、うん、全然構わない。する普通のこと。顔の色を青く塗らないとかありそうだけど、アバターみたいに。ああ、でもちょっと近い、うん、近いんや、ある種。いや、もうじゃあ分かんないわ。正解は、うん、聖者を絶対に描いてはいけないっていう。あ、生きてる人、モデルがいちゃダメってことね。要は実在の人物を描いちゃいけないんですって。うん、その相手方、はい、要は亡くなった人との結婚相手なんで、うん、その結婚相手っていうのは基本的には架空の人物なんですよ。モデルがいちゃダメで、ああいう風な人がいたらいいだろうなと思って、うん、顔にしちゃいけないとか、そういうことね、人をね。でだからその、うん、例えばなんですけど亡くなった方にお相手とされる人がいたとするじゃないですか、うんうん、未亡人だったとか、そういうことね、うん、だとしてもその人は描いちゃダメってことなんですよ。それ書いちゃうとどうなるんですか？それがね、過去にですよ、うん、あったというされてるのか、うん、
その聖者のことを書いてしまった場合、うんうん、その方が亡くなっちゃうっていう。連れていかれちゃうんだ。そうなんですよ。あの世のことを書いてるから、うん、でそれが実際にあったそうで、うん、そこからはもうムカサリエマ氏の中ではもうそれはタブーとされてるっていうことだそうですね、うん、へえ。それぐらい、まあ、ある種力念がこもってるものなんでしょうねっていう感じですよね、うんうん、そうっすね。でこれがだから今もなお行われていて、はい、山形のところでやってほしいっていう方がいれば、うん、実際書いていただけるそうなんですよ。なんかそのまま名根人形とかあるじゃないですか、うん、名根ね、あなんか調べてほしいわ、うん、さんに名根、まあ、名根の流れもかなり組んでるみたいなんで、ね、うん、れでね、これ自体が場所も近いしね、そうそうそう、名根の場所だね、うんうん、なんで、まあ今もですね、プッシュというのをやっておりまして、はい、その亡くなった方に、うん、あの世で寂しくないようにっていうのがあれば、ね、やっていただけるという風習がありますので、ずっと残ってほしいな。高橋さんは結構若いですもんね。そうですね、思ったよりね、もう、うん、40代とかなので、そうですよね、なんかお顔も写真で見たことありますね、うんうんうん、その方自体が面白かったのが、うん、自分にすげえ来るんだって、うん、書いてる時、はいはいはい、いろんなものが、うんうん、寄ってくるんだって、うん、でその都度お祓いに行ってたんですって、うん、で霊能者のお祓い行ってて、でそれはもう毎回行くの大変だからっていうこともあってなんだろうね、うん、その霊能者の方があんたはこっち側に来ればいいって言われて、うん、来るべき人間だみたいなの言われて、こっち側、はい、そっから霊能者として結構長期間修行させられて、あ、じゃあもうさせられてたもあれだけど、できるんだ。そう、そっからはだからさらにつながるとかインスピレーションのつながりがすごい増えたって言ってて、うん、だから今その高橋さん自身もかなりそういう能力みたいなのもお持ちだそうなんでね、うん、すごいっすね高橋さんは。だからね、困ってる方結構来るそうで、あ、そのエマじゃなくって普通にお払いとして、うんうん、すごいね、とか見えるか見えないかみたいなものはなんかやってるそうですよ。だから面白かったですね、すごい話聞いて。すごいじゃん、うん、なんでぜひ機会があれば、はい、ね、行ってみてお話聞いてみるとか、はい、頼んでみるとかもいいかもしれません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、我々サブチャンネル、としみなティチャンネルやっております。そちらぜひお願いいたします、はい、ニコニコチャンネル、としぼいくんの秘密クラブ、こちらの方もやっております、会員制でございます、ぜひお願いします、はい、お願いします、1億人突破目指しておりまして、1億人、達成いたしましたら、やっぱもうこういう風習ってさ、うん、大事だと思うんですよ。大事です絶対。で絶対に出てくるのが後継者問題なんですよ。それはそうでしょうね、だって今回高橋さんそうじゃない、うん、そうそうそうなんです、うん、だからもうこの1億人突破したらね、うん、いろんな方が見ると思うんで、うん、ちょっと後継者を僕らで探した方がいい、オーディションしようかなと。EMA48 作るじゃん。エマ48作る。エマ48 作るじゃん。まあね、でもなんかご住職さんが最終審査員で、うん。あ、決めたし。どうするでも。こんな撮ってないって言われたら、ね、結構集めちゃって。いやでもまあその選ばれし人しかできないところだからね。まあね、うん、我々はねセンターをあなたですよ、あなた次のあなたですよ、次のセンターは MC をねちょっと探しておりますので、はい、あなたの力を貸してください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。